こんばんは、Jブラストチャンネルのあるちゃんです。今日は8月の2日日曜日、今は夜の6時58分です。8月の毎週日曜日夜7時からは熱盛で花火が上がるということなので来てみました。あ、ちょっと待って、まあいいか、パチンコ持ってない。住民も早速集まって花火大会ね、ちょっと賑やかな感じになってきました。現実世界でもね、花火大会がもうどんどん中止になったりとか延期になったりで、延期になった後さらに中止になったりっていうところも多かったみたいなんで、私も行こうと思ってた、毎年行ってた花火も中止になっちゃったんで、なんか夏っぽいことないなと思ってそのまま8月になっちゃったんですけど、あつ森がやってくれはりましたね。嬉しい嬉しい。みんなで花火一緒に見ましょう。どこから上がるんかな、どの辺から見るのがいいんやろ。この橋の上とかすごい見晴らしが良くて、あ、この辺いいですよね。この辺いいな。あ、もうスタンバってる人いるやん。やばいやばい、花火上がっちゃう上がっちゃう。もうちょっと、なんかね、はい、そろそろかな。で、なんかね、マイデザインで考えた花火も打ち上げれるってことやったんで、しずえさんにいくつか提出しておきました。あ、来た来た、七里です。わー、来た来た、おー、花火やー、キュー、おー、おー、いいですね。あ、きれいきれい、おー、きれいきれい。あ、い、このシャワシャワってなるの好き。あ、すごいリアルな花火ですね。おー、きれいきれい。私こっち向いてた方がいいか。あ、私が作ったやつ、わかりますか今の何か。あ、これこれ。あ、こんな色薄くなるんか。もうちょっと濃く作ってよかったな。一応今のは食パンマンとカレーパンマンとアンパンマンでした。あ、みんな見てる見てる。いいですね、バニラちゃん。そうやね。いいですね。パチパチパチって言ってはる。めっちゃ可愛い。ハッピーハッピー。バニラちゃんめっちゃテンション上がってはる。あ、たまやーとか言ってんのかな。こっち建物邪魔やからちょっとこっちの方がやっぱり綺麗に見えるな。みんなこっちで見よう。あ、花火してるやん、一人だけ手持ち花火してる。この人はね、あの一匹狼なんでみんなと群れることはしないんですよ。じゃわじゃわじゃわ、いいですね花火。私夏大好きで花火もすごい好きやから、今年も楽しみにしてたのに、祇園祭りもなくなっちゃったし。お
ちょっと音量上げてみましょうか。いいですね。今年逆に花火やってるとこってあるのかな。もうほとんど主要の花火はないですよね、きっと。綺麗。さっきのあの常吉のなんか出店やってはったんで、あ、はいはい。なになに、あ、やっぱ花火くれた。やったー。 OK。 みんなで花火したりするのかな。花火これどうやってつけるんかな。あれ？あ、つけた。自然さんも見たらいいのに。あ、花火終わった。あ、花火使い切っちゃうけ？あ、なくなっちゃった。そっか。よし。くじ引きや。くじ引きしまーす。いなりくじやる。はーい。8番、青い風船。これお祭り系のやついっぱいもらえるんかな。いっぱいやっちゃおう。なんか花火ちょっと盛り上がってきてません？シャボン玉。ちょっと待って、花火がなんか盛り上がってきてる感じする。あとで。はーい。叫んでるみんな。いいですね。ベスポジを探しに行こう。もっと前に行ったら近くなるんかな。こっち。特等席ですよ。おお、いいですね。あ、食パンマン。カレーパンマン。アンパンマン。いいですね。波打ち際で。来年の今頃はどうなってるんかな。花火大会がまたできるようになってたらいいですよね。くじ引きもうちょっと引いちゃおうかな。あ、風船持っとこう。
金魚すくいとかあったら楽しいね。はい、やります。なんかでもこの常吉って聞くところによると結構詐欺師な感じなんですけど、くじはちゃんとやってくれはるんですね。うちはこれ500ベルってめっちゃ安いんじゃないです、実際にもし買うとしたら。なんか帽子とか身につけるもの欲しいな。みんなに欲しい。ましょう。これ何回か続けたらもうちょっとなんか確率上がってレアなやつ出てくるみたいな、ないんかな。あ、風車。もう一回行ってきます。来るかな。あ、風船すごいいっぱい。行きます。なんかもっとレア感のあるもんないかな。大きい花火、お、いいですね。もう一回もう一回。500ベルは安いな。2番、あ、手持ち花火やっちゃいます。何回ぐらい回したかな。もう10回ぐらい回したかな。赤い風船コンプリートしちゃったんじゃないです。よし、ちょっとじゃあ大きい花火やってみよう。みんな大きい花火見よう。これか、大きい花火置いて、あ、広場無理だよね。そしたらこの辺に、ちょちょちょ、私みんな花火するよ。あ、みんな可愛いな、無邪気に手叩いて。来たで、みんな見て、ほら見て見てみんな。あ、やばい、燃えちゃう。ほら見て見て、ほらほら、みんな見てよ。いいですね。なんか屋台の夜店フードみたいなのもすごい好きで、りんご飴とかクレープとか、今度そういうの作ろうかな。今年は多分もう夜店ね、多分買えることないと思うんで、今年の夏は自宅お祭りしようかな。いいですね。はい、というわけで今日はあつ森で花火大会があったので浴衣着て来てみました。思ってたよりすごい本格的なちゃんとした花火でしたね。これで来年も、来年は今度こそ花火ちゃんと見れるように、もっと落ち着いた世界になってほしいですね。最後までご視聴ありがとうございます。よかったら高評価とチャンネル登録お願いします。それでは